K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは。竹岡圭です。今日はですね、皆さん待ってた方も多いと思います。しかし大きいな。はい、トヨタアルファードをご紹介します。これはですね、一番最上級のグレードになりますね。今回は、普通のガソリンモデルとハイブリッドがあるんですが、これはねハイブリッドモデルになります。じゃあちょっとね、見た目のデザインから見ていきたいと思うんですけれども、いや顔がね黒くなりましたよ。まあ、今までのシルバーメインの顔もなかなか迫力でしたけど、今回も迫力ありますね。でもなんか前よりちょっと低くなったような感じが私するんですけど、でねびっくりしたのがね、横この変わったラインは何これね、この変わったラインここね、ここなんかここの高さで良かったんじゃないかなと思うけど、窓が薄くなって、しかもね前側が薄くて後ろ側が広いっていう、非常にねなんかあんまり見ない形状なんですよね。でこここうなって、ここだけシュッてちょっとね出っ張ってたりとかして、なんか今までの車とちょっと違うぞみたいな形をしております。なかなかユニークですよね。でタイヤはこれはいくつなんだろうな、225/60/17か。まあね、このサイズだと17だとそんなに、まあまあゆる、なんだろう、18ぐらい入ってるかと思ったんですけど、意外とちっちゃかったですね。で後ろに回ってきましたけど、後ろ来るとやっぱ背の高さを感じるな。だから前がねちょっとこう下げることでちょっと威圧感が少なくなったのかななんていう感じが私は個人的にはするんですけどね。ちなみにボディサイズは全長はですね4995、全幅が1850、全高が1935ということで、やっぱ大きいね2メーターはないけど相当大きいな。でもなんか幅が1850っていうのは最近の車すごい結構幅広いじゃないですか。そう考えると意外といい具合に収まってるのかなみたいな感じが数値だけ聞くとしますけどね。じゃあちょっと後ろを見たいんですが、ハイブリッドね、E4、4駆ですね、書いてありますけど、でですねここをご覧ください。これ実はねバックドアの開閉スイッチなの。ちょっと開けてみますね。ほらこれできるんですよ。でノアモクシーも横にできるのあったんですけど、より分かりにくいというかね、目立たないところにスイッチがあるのがちょっとアルファードらしいなと思いました。高級感たっぷりな感じでね、横だと後ろに立ってて身を引く必要がないので操作しやすいんじゃないかなと思います。さあ大きなバックドアを開けたところで、今ね片側だけ3列目シートを畳んでみたんですけど、これ跳ね上げ式なんですね。でね一番後ろに下げた状態でもこれ畳めるようになったんです。こうやってね後ろまで下げて畳めるので、2列目シートも後ろへギリギリまで下げることができます。でちなみに2列目シートここにスイッチあるんですよ。こちらのスイッチで2列目シートをこう下げたり背もたれ寝かせたり、はい、することもできます。エンジンルームこちらになります。これは直列4気と 2.5 リッターエンジンのハイブリッドモデルになります。でエンジンの出力としましては190馬力の236Nm で、モーター2つついてまして、フロントが 134kW、270Nm、 リアが 40kW の 121Nm というスペックになっております。では運転席乗ってみましょう。ドンね、あでもここ立ったままでも体に当たらないでスッと開けれますね。あこんなところにまでカーペットがある。ここ掴むとか、上側かここ掴めばいいんだな。こんな感じでね乗りました。でオルガンペダルなので、これ、まあ、電動ですけどポジションは取りやすいです。これでもちょっとすごいですよ。私のポジションだと前は見えるんですけど、果てしなくダッシュボードが広い、すごい遠い、めちゃめちゃ遠いけど、でもあのもうめちゃめちゃ大きい三角窓のおかげと、あと前もね結構ギリギリまでこうワイドにね画面が広がってる感じでよく見えます。でちょっとまず運転席周りの装備ご紹介したいんで、あちら側からお願いします。では運転席周りご紹介しましょう。すごいなんかね、見てくださいよ、ここもうなんかなんていうの、このカッパー色っていうのかな、なんかもう船みたいな、こぐーっとね丸いあれで、ここもレザーでしょ。でここにはあ
意外と開かないんだな、もっとガバッといくかと思った。意外とコンパクトなグローブボックスです。まさにグローブという感じで、ここも全部レザーで、この画面が大きいですね。でここはまあサングラスホルダー、わかりやすいね。ここはなんかあるのかな、あ、ここもね、中高色の LED が入って気を使われていますね、白すぎない。ここね、スイッチがいっぱいあるんですよ。でね、ここでもスライドドア開閉できるんですけど、運転席のこの部分、この辺にもあります。で、2列目シートの戻しスイッチもここにあります。なので運転席はここで完結してるんですけど、助手席の方が操作したい時とか、まあ、シェード関係はここにしかないので、こういったレイアウトになっているようです。で、ここには、まあだいたいこの画面でいろいろできますけど、エアコンの吹き出し口があって、ここにね、あのハザードは独立してて分かりやすいです。で、ここ USB の C が2つあって、置くだけ充電がここにあります。縦型じゃなかったんだね。ね、もうなんか最近トヨタさん縦型が多いから縦型も良かったなと思うんだけど。で、ここに、ボトルホルダーがあって、ここ鍵入れだね。で、これはですね、ここに開きます。こっちからも開きますけど、大きいな、これ冷蔵庫とかきっとオプションであるんじゃないっていうぐらい大きな、コンソールボックスで、 HDMI のコンセントもあります。アクセサリーソケットと USB も C しかないんだね。はい、ここにあります。で、この辺りも全部レザー張りであれなんですけど、運転席としてはですね、あとヘッドアップディスプレイがありまして、ここ触るとね、いろいろ操作画面が出てくるっていうのね、前も他の車種でありましたが、よく使う、例えばアダプティブクルーズコントロールとか音楽とか、あと電話とか、パッと使いたいものはここにある、ハンドルから手を離さないで操作ができるのがいいところですね。でですよ、この車は2列目なんで、そこちょっと見ていきたいと思います。では2列目いきましょうか。まずね、開けるとサイドステップが出てきて、そしてこんなに大きい、まあ手すりといいますか、ハンドルがあります。ここにもあります、そこにもあります。ということで、どんな体格の方でも全然問題なく乗り降りできるのはいいかなと思います。で、シートもこうパッと見ただけで、ここはどこ、ファーストクラスですかって感じがしますけれども、じゃあこの辺からまず行くかな。まずね、ここがまず引き出しで開くのよ、小さいけどね。これ両側あります。で、ここも開きます。これも、あ、ここに電源だね、 HDMI とこの普通のコンセントの電源があります。でですね、いよいよここ行ってみます。皆さん気になりますよね。まずね、こっち側で説明した方が分かりやすいか。ここがまずカップホルダー、ここにありますね。でですね、ここは、はい、テーブルでございます。もうテーブルでドリンクでって、完全飛行機だよね。ではちょっとこのタブレット見てみましょうか。これ上がります、抜きます。で、上にスワイプしてください。お、こんな画面が出ましたよ。で、いろいろオーディオ、エアコン、ランプ、サンシェード、シートってあるんですけど、例えばこのシートを押しますと、こんな感じでシートの絵が出てきて、で、これ調整できるので、右席左席ってどっちのタブレットでもいろんな調整ができたりします。で、タブレットじゃなくてももちろんできます。ここに割とスイッチ集約されているんですけれども、じゃあこのルーフシェードからいきましょう。ルーフシェード、この上ね、シャーっと、あ、こっちだった。はい、閉まります。はい、開きます。これもちろん両方あります。で、サイドシェードはこっち側のが見やすいと思うんで、ここ見ててください。いきますよ。こんな感じで上から下がってきます。これなんで上から下がるかっていうと、飛行機なんかもそうですけど、上から下がるとここから景色見えますよね。下から上がると景色見えないじゃないですか。だからちょっと眩しいをカットして、景色を楽しもうということで、上からこうやってね、下がる方式が採用されたんです。最後ちょっとゆっくり閉まるのね、さすがね。でね、この今シェードのスイッチ、実はここでもできるんですよ。だから横でもできるし、上でもできるし、まあ、同じことできるスイッチが割と2箇所にあるんですよね。で、それがちょっと不思議なんだけど。でね、シートはね、ここにもあって、見えるかな、これベンチレーションでしょ、ヒーターでしょ。で、シートの角度なんかはこれで調整がこうできるわけです。さらにね、このマイオリジナルとかがね、そういうのもあって、おお、誰かが設定したのか、
急に動いたぞあ、これぐらい済んだわ。ここにね、あると思うんですけど、いろいろね、モードがありまして、ドリーム、リラックス、フォーカス、エナジャイズと、まあ、そういったモードも設けられているんですが、もちろんね、自分で設定してこのマイオリジナルっていうところに入れるとこうなります。で、今ね、これ入れてる方がいたんですけど、もちろん手動でもできて、こんなオットマンも上がってきちゃったりとかして、1個ずつしかダメだな、これオットマンでしょ。で、これね、いろいろ今のスライドとか動かしてるじゃないですか。これ人が乗ってる時と乗ってない時で動く速度変えてるんですって。すごいですよね。やっぱ乗ってる時にね、急に動いたら怖いからだと思うんですけど、もう完全寝れんじゃん、これ。あとね、ライト関係もすごくて、まずここに読書灯があります、そしてここに室内とこの大きいのがあって、これ実はね、明るさ4段階調整できるんですって。であとね、ここにボックスがあるでしょ。ファーストクラス以上だよね、こうなっちゃうと。もうなんか本当にくつろげる、そんな車になっています。ちょっとびっくり。はい、3列目シートに来てみました。今この2列目をね、身長 175.5cm の勝さんが足を、まあ、緩やかにこう伸ばせる、ピンと伸ばすんじゃなくて、これぐらい伸ばしたとこなんですよ。で、私もこれまだ足伸ばせちゃうぐらい広いの。すごい、めちゃくちゃ広いので、さらにね、ここにカップホルダーが2個あって、USB の C があって、でここに物入れがあって、完全ここにシェードのスイッチもある。完全自分でくつろげる仕様よね。で、これどう考えても3列目の人用だよね、これ。すごいな、これ。で、ライトのスイッチもここ、あ、後ろ側だけちゃんとつくんだ。へえ、なんか3列目の人もとりあえず乗れるじゃなくて、これはきっちり3列シート、人を乗せることを、快適に乗せることを考えた、そういった空間に仕上げられています。バスだね、もう、うん。はい、今私2列目シートに乗っております。ね、ちょっとオットマンなんか出してくつろいじゃったりしてますけど、さっきね、運転してみたので、運転してみたら、今までのアルファードってなんか山のごとく大きいぞみたいなイメージがあったんですけど、いい意味でね、コンパクトに感じたんですよね。後ろが長いんですよ。でもなんかもう幅が1850ぐらいしかないせいか、意外とスイスイスイって、まあ、最近の車みんなね、幅が結構大きいからかな、慣れちゃってんのかなみたいな感じで、なんかいい意味でとても運転しやすかったです。まあ後ろの長さだけは気をつけていただいてね。で、今2列目乗ってるんですけど、まあ静かね、びっくりしちゃうぐらい静かね、本当に。で、振動も、まあ、こういうね、ミニバンって2列目が一番気になるところ、まあ、3列目はどちらかというとね、乗り心地的にはタイヤの上あたりになるので、ちょっと厳しいものが多かったりするんですが、いいです。今すごい路面の悪いとこ走ってますけど、それでも意外とこう全然度数が来ないし、うまくこう足が動いてね、ちゃんと収束してるんだなっていう感じが伝わってきますね。はい。で、なんかね、こうスケスケモードがついてんのね。下、車を真上からスケスケで見ているっていうね、ちょっと面白いモードですけど、ちょっと減速したり止まるとあれのモードにね、切り替わるんで、まあ車体長いですけど、まあ、上から見たいが見えるんでね、そういう意味でも安心感あるかもしれません。これだったらでも本当寝れるね。さっきみたいにこうベッドみたいに倒せるし、まあ長距離移動で、あの本当にね、運転されている方、運転手さんみたいになっちゃうかもしれませんが、後ろの方はくつろげると思います。まあ、あの今の時代のハイヤーリムジンなんでしょうね、これね。はい、もうただのね、箱型のワンボックスではなく、もうリムジンツアラーみたいな、そんな印象でございました。いつまでもここに座っていたい、そんな気持ちにさせられますね。はい、運転手の方がいるといいですよね。なかなか普段そうはいかないんですけど、今日はね、勝さん運転してくれています。はい、というわけで、今日のドライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒にお出かけしましょうね。またね。あー、楽ちん。